ャンネル。こんにちは。さあ残すところ3球団になりました。そうですね。じゃあ、はい、今日はサイコロ1個で、はい、1、2が出たら巨人、3、4が出たら DeNA、はい、で5、6が出たらオリックス、はい、これでいきます、はい、で3、横浜、横浜ベイスターズ、あれ勝利のタラーネー、あれそんな歌だったっけみたいな。はい、ということで94年です、はいはい、1位木田、無印です。はい、この木田、この、 94年下位に田村とか、はい、同級生いるんですけど、相川とか、はい、いるんですけど、この横浜高校の木田、田村、斎藤、巨人に入るんですけど、はい、もうすごかったんです、あの時の横浜。矢野英二ピッチャー、ね、大学から入りますけど、はい、そのドラフト1位が活躍できなかったです。で2位が米さん、はい、無印です。久保利、はい、BB なんだ。で95年細見さん、無印、関口さん、 BB、 で横山 S です。 S、 これ日本ハム行ってね、頑張りましたよね。あ、そうなんですね。まあ、俺も横浜高校でね、一つ下の。で96年、はい、川村さん、 A、 森永さん、 BB、 大野さん、無印。はい、森永さん、僕大学 大学入った時に、僕の2つ上なんですけど、はい、東海大学でエースだって、はい、めちゃくちゃ速かった。初めて見た。あんな速い球初めて見たっていうぐらい速かったし、球、はい、へえ。それって実際何キロぐらい出てるんでしょうね。いや、わかんない。150キロぐらい出てんちゃうかっていうぐらい、はい、めちゃくちゃ速かったですね。へー。その森永さんから太田スタジアムで場外ホームラン打ったのはいい思い出です。よかったですね。はい、でもめちゃくちゃすごかったですね。へぇ、人生で一番速い球見たんですね、その時はね。はい、はい、うわーって衝撃があったんですね。こんなすごい、プロ中すごいなと思いました。へぇ。で97年、はい、谷口、新沼、関谷さん、全員無印。もうちょっとここまで無印多いですね。横浜もね、98年に日本一になりますけど、はい、結構低迷していくんで、うん、やっぱうまくいってないのはね、如実に分かりますよ。そうですね、はい、うんうん。で98年、はい、古木、BB、で矢野英二、これも大学球界ナンバーワンワンって言われてたんですよ。150キロオーバーストレート投げて、はい、でここまで活躍できんと思わなかったですね。無印です。無印、はい、金川さん、はい、無印。うわー、ちょっとこの辺低迷してますね、はい、だ多分98年日本一っていうのは、はい、その前のドラフトの時の数年前だから、要は93年の川原さんとか春さんとか、91年に斎藤隆さんとか、ね、そうそうそう、ね、92年の小檜山さんとか佐伯さんとか、はい、91年の斎藤隆さんとか、あ、高之さん、有働さんとか、で三浦大輔さん会にいたり、はい、で90年に鈴木さん、うん、横 DeNA ベストラインに入れた首位打者の、はい、で89年大魔神佐々木さんとか、88年谷重さんとか、はい、その、でその前に87年森田さんとか岡本さん、野村ひろきさんとか、はい、88、89、91とかこの辺ってドラフト1位がものすごい活躍してる。そうそうそう、だからその前の人たちの頑張りがこの98年をね、はい、支えてますよね。わー、なるほど。だからその直近のドラフトっていうのはその後に出てくるんですね。はい、だから多分高卒とかも多かったりするんですよ。今いるから、はい、先に向けての戦力アップのためにみたいな。で即戦力で取った川村さんとかね、はい、森永さんとか頑張ったりとか、うんうんうん、でやるとかもね、即戦力って考えてうまくいかなかったですよね。はい、で99年が田中、松坂世代ね。はい、松坂世代一つ下か、うん、で B で木塚、はい、S 村西、無印。2000年、はい、内川ドラフト1位。お、 3SS。 おお、はい、で吉見、はい、A、 もうちょっとこの辺は、で後藤、無印です。はい、でこのね、後藤めっちゃ良かったんですよ。うん、2軍で結構戦いましたけど、はい、まとまってるしコントロールもいいし、うん、でまあ、全体的にバージョンアップできなかったのが多分1軍で活躍できなかったのかなっていう、はい、だからバランスよくていい選手だったんですけど、はい、そこのままで終わっちゃったのがダメだったんですよね。1個突き抜けないといけないんですね。そうそうそう、でも、ね、よくいいもん持ってたんですけどね。へ、2001年、はい、畑、小田島、岡本、無印です。うわー、3人連続で
2002年村田、はい、2SS です、はい、で土井無印、で加藤 S、 S で2003年森無印の一軍投一軍出場なし、なしで吉川 B の牛田 BB です。で2004年、はい、那須の B、 染田無印の藤田和也 SS です。おー、藤田の SS。 あ、でも楽天行ってからだけどね、はい絶対そうです。このあのままね、横浜にいたら B か BB 止まりだね。 A に行くことなかったね。おお、なんかこうやって考えていくと、藤田選手が SS、 森選手が BB、うん、ってなると違いは何なのかっていうところで考えたら、なんとなくこうちょっと分かってきますね。分かってきたんですか。はい。でね、残念なお知らせがあります、はい、ここで94年から2004年まで見て、はい、何でしょう。 SS 取った人全員いません。途中から横浜にも、あ、確かに内川、村田は FA 出て、はい、藤田はトレード。あ、そうだ。 S 取った横山も日本ハム、はい、だから要はここの、ここまでで言うと S 取って残ってるのは木塚と、木塚だけなんですよ、はい、加藤も多分出たと思うんですよ。でも最後だけか、だいたい横浜で活躍して最後日本ハムにちょろっと行っただけか。みんな結構出てますね。そこがね、苦しいとこですよね。そうですね、うん、吉見も出ましたしね、はい、A の、うんうん、でそこら辺がちょっと低迷していきますよね。そうなってくるといい選手がどんどん放出しちゃって、はい、であの94年のね、下位に田村愛川って言いますけど、この両選手も SS、うん、愛川は SS じゃなかったな、多分 A だと思うんですよ、愛川やってたら。で田村は S、 S なんですか。田村は S、 1S かな、へー、なんですけど、はい、まあ、その選手たちもいないじゃないですか、はい、でそこが苦しいですよね。そうですね、育っても放出してしまうっていう、はい、うん、2005年、はい、高校ドラフト山口 SS です。お、山口俊の投手、はい、でまたこれもいなくなっちゃいますね、はい、いなくなりますプロファネ B、 ファネさん B で大学社会人が高宮 B の内藤無印です。はい。で2006年北無印、梶谷 S、 で大学社会人の高崎 B で木村は入団せずっていう、あ、しなかったの。これはですね、はい、あの西武の時にやりましたけど、はい、あのスカウトの金銭授受で当事者です、はい、そんなことがここだったんですね、はい、で後にねロッテにドラフト1位で入りますけど、あ、よかったです、無印です、はい、無印かな、 B ぐらい行ったのかな、もう忘れましたけど、はい、で2007年田中、はい、BB、 BB か、はい、太田、うん、無印です。小林無印、桑原 S、 まあ、これもあの阪神ってからのね活躍がすごい、はい、あのすごいですけどね、はい、2008年、はい、松本無印、藤江 BB、 山崎 BB です。あれ、藤江選手って楽天来たのかな、うん、最後にちょろっと言ったね。いや、そうですよね、そうですね、うん、で2009年筒香 1SS、 SS、加賀 B、 B、 安西無印、で2010年須田 B、 加賀無印、荒波 SS、 SS、 11年北方、高条、渡辺全員無印。うわ、しかも北方に至っては一軍出場なし。へえ、そうなんだ。で12年、はい、白崎 B、 はい、三島 BB、 BB、 井上 A、あ、まあまあみんな、まあ、自分の戦力にはなってますね、はい、で13年柿田、平田、峰井全員無印。うーん、しかも柿田に至っては一軍出場なし。はあ、14年、はい、山崎康明、はい、SS プラス、 SS プラス、石田 BB、 BB、 倉本 BB、 15年今永 AA、この辺いいですね。熊原無印、はい、柴田 BB、 16年、はい、浜口 A、はい、水野松尾無印、17年、はい、東 A プラス、上里 B、 坂口無印で18年の上茶谷、伊藤抜きは全員無印です。はい、123、はい、あ、でもね、これもすごい分かりやすかった。
なんかあのドラフトの中では SS が7人 S5 人 AA1 人 A5 人BB と B がまあ固まってますね。12人に12、うん、多い BB が無印が1、2、3、4、5、6、7、5、7、35、37人だ、うんうん、B は多いのは上が少ないのに B がいなかったら終わってるんですよ。はい、だ B はそのチームのレギュラーになれば B なんで、はい、いわばそのチームのレギュラー止まりなんですよ。うん、要はそのチームにはレギュラーになってるけど、はい、リーグでいうとトップクラスに位置してない選手が多いっていうところが弱さなんだよね。なるほど、一つ突き抜けるものがなく、そうだから B が少なくて A が多いところっていうのは、はい、うん、まあ、A っていうのはそもそもレギュラーじゃないと A に行けないんで、はい、レギュラープラス12球団でもトップっていうことなの、うんうん、だ B が多いっていうことは、まあ、B は絶対いるから、はい、試合出場してるけどそのリーグのトップにはいない、うん、っていうところがそのチームのその強さにつながってない、つながらないところです。B が多いっていうのはそういうことなんですね。そうです。で A が多いっていうことは、はい、あの出てる選手が12球団でもトップクラスにいる選手たちがチームを回してるっていう、はい、で S が多いっていうチームは頂点見た人がいっぱいいるんだなそういうことですねほうほうほう。でしかもですよ、はい、その SS 取った人でチームに残ってる人が山崎康明と荒波、そうですね、だけじゃない。うん、あれ最初の方に言ったかった。だからあの SS で言うと村田、はい、内川、藤田、うん、で山口、はい、いないもんな。だから7人中、だから7人中4人がもうチーム去ってるから、いないですね。だって山崎康明選手だってまだ若いですからね。そうそう、だから最近ね、なんで DeNA が A クラスに来てるかっていうと、はい、うん、これ14年からの人たちが他のチームに比べると頑張ってる。このチーム何、いつも大体14年以降って、はい、まあここは無印良いんだけど、うん、これからだから、はい、ここは別に関係ないんですよって言い続けた、はい、今まで、うん、でも14年からその18年にかけての活躍具合が DeNA は一番すごいです。そうですね、だってドラフト1位がみんな活躍してますもんね。そうそうそう、で去年の上茶谷も10勝には届かなかったけど、うん、いい形で回ってるから、はい、今後多分 A とかには、うん、普通になってくる選手だと思うんですよね。1位の見る目が14年以降すごいあるんですね。そう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 、13年まではなんかこうだったんですけど表現はい、間違えました。あ、過剰な表現をしてしまいどうもすいませんでした。本当に思ってますテレビでそんなツッコミする人聞いたことないです、はい、テレビとかでもラジオとかでもあるじゃないですか、はい、ただいま不適切な表現があって、はい、心よりお詫び申し上げますとかって言うじゃないですか。それを横の人が、はい、本当に思ってますってそんなのあります。だって今謝ったけど前の動画でもっとクサクサって言ってましたもん。言ってましたっけ、はい、長きにわたり不適切な言葉を使ってしまいまして本当に申し訳ありませんでした。今べだけですねいやそんなのありますツッコミそんな見たこと、そんな、それもしきついですよね、テレビだったら。はい、テレビだったら、あの、こちらも大変お前もできついっすやろって、はい、言われます、生放送で、はい、ちゃんと思ってますよ、はい。だって、あの、DeNA は多分、1位で取って、はい、1軍出場が1回もないの、多分一番多いと思う、3人だもん。うわ結構いますね。今まで1人とかはいたチームあったけど、はい、3人は多分最低だと思う、はい。そうですね。あとやっぱりその SS の人たちがチームを離れていくっていうところが、うん、やっぱそのチームを強く維持するために難しいところだと思うんだよね、はい。だから今年も筒香がねメジャー移籍で抜けて、ああそうですね、でまた SS がいなくなって、うん、いやでもそう考えるとライオンズって SS めちゃくちゃ抜けたじゃないですか。そうだから SS 抜けても、はい、ライオンズみたいに常に SS を、はい、投入してるみたいなら、いいけど、はい、だからそれを長きにわたってできなかったら、うん、こういう DeNA みたいな感じになるね。そうですね、出ていかれ出ていってで、うん、次につなげる人たちがあの上位で取りきれてないっていうところと、うん、活躍できてないっていうところで、そうですね、苦しいですよね、うん。でも2014年からはだから流出させないようにしなきゃいけないね、まあ、今だってドラフトに関してはいい状態で来てるから、はい、この上位でしかもこの会議で集めましていければ、はい、いいチーム作りできてくるだろうし、うん、で今後もねこの18年の選手とかあとはあの、まあ、伊藤とかもね、はい、あのパンチ力あって頑張ればいいし、うん、他の選手たちもね頑張っていければ
だってもう浜口も今永なんてもう SS すぐ行けるんちゃうかっていうぐらいの感じだし、そうなればだからで外国人も補強していい形でチーム作り上げてこれてるから流出させないようにしなきゃいけない。そうですね。いやでもこっからやっぱ14年間のドラフト見てると今後のチームっていうのがもっと楽しみになってる。楽しみ楽しみ。今まで見てきた中で14年以降のドラフトが一番成功してるから、はい、だから変わったのかな、やる人がそこはちょっと分かんないですけど変わったのかな、うん、それもだってね、そう以前がちょっとね、はいまた言った変わったのかな、うん、でもまあここ最近本当にいいですね。はい、そうですね、うん、ガラッと変わりましたね、うんうん、だから今後だから2020年以降、はい、チームとしては、うん、面白い存在ではですね、はい、ひょっとしたらひょっとするその98年から22年ぶり以降に日本優勝っていうのも狙えてくれるチームなのかなっていうのは14年以降のドラフトを見てると、はい、まあ楽しみが増えるっすね。いやそうですね、うん、だって昔はどんどん評価だから、はい、もういないから、うん、昔の人たちはね、これからは14年ぐらいから行こうですね。そうそうそう、未来ただね最初の2000年前後ぐらいはただ答え合わせで通信簿で見てるだけであって、はいはい、今後未来見るのは14年以降ぐらいがメインになってくるから、そう面白いですね。14年以降のスカウトの方すごいですねっていう話ですよね。そうだね、はい、変わってなかったらね、変わってなかったらどうなんでしょう